カモジャマスです。先日こんなツイートをしました。ご覧いただいた通りなんですが、今回僕の YouTube チャンネルの方でソフトテニス系 YouTuber さんをご紹介させていただくという企画をスタートさせていただきました。今回ね、こうやって Twitter の方で募集をかけさせてもらって、だいたいね10組から12、3組ぐらいかなとご応募いただいて、僕の方で数組ね選ばせていただきました。本当にね、たくさんのご応募いただいてありがとうございました。今回僕がこのような企画をねやろうと思った理由は、僕が YouTube で発信を始めたのが2018年の8月ぐらいになるのかな、まあ、本当に初めての撮影はカンボジアだったんですけど、カンボジアのマサトです。正面ボレーで意識することは大きく分けて3つあります。ご覧いただいた通り、もうこんな感じでね、最初にね YouTube を始めて、今思うとねちょっとこっぱずかしくてちょっと見てられないんですけど、まあ、でも当時はね、今漫画家で頑張っているあの篠田さんという方にね編集をしていただいて、ちょっとずつね動画をアップしてました。もうすぐこう YouTube で発信を始めて、まあ、丸3年ぐらいになるんですかね。長いね、3年ぐらい経つんですけど、もうこうやって今ね振り返ると、やっぱりね最初は僕は本当にねいろんな篠田さんをはじめ選手であったりね、本当にたくさんの方に支えられながらこうやってね今でもねこう続けてくることができているので、まあ、僕もね、まあ、長いことね一応発信活動をやらせてもらっているので、まあ、これからねたくさん発信していきたいんだとか、ソフトテニスの発展に向けて何か自分がやりたいと思っている思いのある方の少しでもお力添えできればいいなと思ってね、今回このような企画をやらせてもらいました。なのでね、早速皆さんからいただいた紹介動画と皆さんのチャンネルを僕の方から紹介していきたいと思います。それではいきます、レッツゴー。はい、それではね、最初に野中幸さんのね YouTube チャンネルを紹介していきたいと思います。野中さんの YouTube チャンネルの名前は幸カフェ野中幸のソフトテニスチャンネルという名前で運営をされています。野中さんはね、僕が YouTube の提供枠を販売しだした時に一番最初にねご購入いただいた方で、最初にねスポンサーになっていただきました。あの時はね本当にありがとうございます。動画をね見ていただくと分かるんですけど、本当に懐かしいラケットのことをねご紹介されていたりだとか、初心者の方に向けて入門編の内容をねお話しされていたりするので、ぜひね気になる方は見てみてください。それでは、野中幸さんの YouTube チャンネルの紹介動画ご覧ください。どうぞ。皆さん、ソフトテニスは好きですか？サチチャンネル、サチです。サチカフェっていうブログをやってまして、その中でラケット、それからボール、それからリュックサック、ウェア、テニス用品、いろんなものを紹介してます。皆さん、テニスを始めたきっかけっていうのは、いろんな、ね、パターンがあると思うんですけども、やっぱりこのスポーツそのものをね、愛してほしいので、いろんなものを紹介してます。特に得意分野の私は昔のモデル、オロの300、昔のウッドラケットとか、他にもマッスルパワーとか、いろんな、ね、ものを紹介できますので、ブログ、それからチャンネル登録、お願いいたします。はい、続いてはパパ AP チャンネルさんを紹介していきたいと思います。パパ AP チャンネルさんはね、かなりね、僕も動画拝見させていただいていて、リンリンとね、愛理ちゃんのね、その絡みをね、見るのがね、結構好きで、見させてもらっています。僕個人的にはね、リンリンと愛理ちゃんの成長日記っていうところがね、かなりおすすめで、楽しくね、見させていただいてます。パパ AP さんの動画を見ていると、とてもね、気持ちがほっこりして、僕もいつかこんな可愛い子供たちと一緒にテニスができたらいいなって、つくづくね、思ってます。なのでね、パパ AP チャンネルのね、パパがね、本当にね、羨ましいと思って、いつもね、見させてもらってます。それではパパ AP チャンネルさんの、おすすめの動画と、紹介動画、ぜひご覧ください。どうぞ。マサトチャンネルを見ている人、こんにちは。こんにちは。パパ AP チャンネルのパパです。アイディです。リンリンです。パパ AP チャンネルでは、
中学校3年生のアイリー、小学校3年生のリン、子どもたちの全国大会を目指し、成長記録を YouTube に上げさせていただいてます。そしてパパエピチャンネルでは、まるまるをやってみたっていう動画もチャレンジしてますので、そちらもご視聴ください。ご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。バイバイ。はい、続いては、キラキッズさん TV キラさんチャンネルさんのね YouTube チャンネルを紹介していきたいと思います。今回ね、僕初めてこちらのチャンネル拝見させていただいたんですけど、かなりね動画も凝って作られていて、本当にね見やすい動画たくさんありました。扱っているねテーマとしてはもちろんソフトテニスもあるんですけど、ソフトテニスだけじゃなくてね、本当に日常の中であったりだとか、プライベートのねところで遊んでいるシーンだとかね、こういろいろあったので、あ、なんかすごく YouTuber っぽいなと思っていろいろね拝見させていただきました。すごくねちょっとこうほっこりさせてもらった動画がねいっぱいあったので、ぜひね皆さんも見てみてください。それではキラキッズさん TV のキラさんチャンネルの紹介動画見てみてください。どうぞ。こんにちは、キラキッズさん TV キラさんチャンネルのしーちゃんとの練習の動画や3人の遊びの動画を上げています。はい、はい、はい、続いてはね、知ったかチャンネルさんをね、紹介していきたいと思います。知ったかチャンネルさんのね、動画はね、結構いろんなシリーズがあって、まあ、ソフトテニスをね、題材としているんですけど、結構エンタメ系のね、要素が多い動画がね、多い印象です。で、結構ね、動画の内容を見てみると、トップ選手もね、何名か出ていたりだとか、まあ、僕がね、一緒に撮影させてもらった選手も中にはいて、でね、なんと言ってもね、編集がね、うまい。なんか本当 YouTuber、なんか本当最近の YouTuber っていう感じのね、編集になっていて、めちゃくちゃ面白いなと思いました。ここまでね編集がちょっとできるのはね、ちょっと羨ましいなと思いながら、ちょっと、ね、送ってきてもらった動画もね、なかなかねインパクトがあったんでね、もう削除しちゃおうかなと思ったんですけど、かなり面白い内容になっているのでね、ぜひ皆さん見てみてください。ソフトテニスのねエンタメにっていう見せ方はかなりね難しさがあるというか、どうやったらね、こうソフトテニス界の人に届けられるのかなっていうのをね、僕も日々考えているんですけど、もう結構新しい視点を持ってね、チャレンジしている子たちなんじゃないかなと思います。それでは、早速、知ったかチャンネルさんのね、紹介動画見てみてください。どうぞ。まさとチャンネルをご覧の皆様。はい、どうもです。ジャック。はい。今回なんですけども、まさとさんチャンネルが、なんか YouTuber の紹介をする企画みたいな。で、今回は、マサトさんがどうしても出てほしいって言ったから、もうしゃーなしね、あ、ちょっと出てやろうかなっていう、そういう感じでやらせてもらってます。今回はお誘いいただき本当にありがとうございました。マジありがとうございます。ちょっとぜひもしよろしければ僕らイベントとかにこれが誘っていただけたらなと思うので、お願いします。ちょっと調子こいたこと最初ですいませんでした。お願いします。これだけ、よっしゃ、これでいいかな。ジャックがあんだけチヤホヤされたのおかしい。俺がジャックよりも上っていうことを証明してやろうかなと思います。
はい、続いてはね、みわチャンネルさんを紹介していきたいと思います。こちらのチャンネルはね、結構ツイッターの方で話題になっていることがね多いのでね、すでにねご存知の方も多いんじゃないかなと思います。すでにね動画をご覧になったことがある方はねご存知かと思うんですが、この動画に、ね、出てくるあのみーちゃんとゆーちゃんがね、もう本当にね可愛くてね、もう見ていてめちゃくちゃ癒されます。こちらのねみわチャンネルではテニスコート外でできる練習がねかなり多くご紹介されているので、特にねテニスコートがなかなか使えない今とかね、本当に小学生だったりだとか、まあ、中学生の子たち参考になる練習多いんじゃないかなと思います。それではね早速みわチャンネルの紹介動画ぜひ見てみてください。どうぞ。皆さんこんにちは、みわチャンネルのみーちゃんとゆーちゃんです。私たちのチャンネルはエンジョイソフテニをモットーに、楽しそうにソフトテニスをやっている姿を配信している親バカマックスなチャンネルです。まさとさんや有名な YouTuber の方々と違って、視聴者さんへ有益な指導動画やかっこいいプレーを見せることはできませんが、へたっぴな私たちの成長を応援してくれるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、最後に日誌チャンネルさんをね紹介していきたいと思います。このね日誌チャンネルさんはなんとねインターハイ優勝してるということでね、もうめちゃくちゃうまい、まあ、最近ね YouTube で発信されている方かなりねあの実績ある方も増えてきたと思うんですけどね、この日誌チャンネルさんもねなかなかやっぱり名門校をご卒業されているということもあって、本当にね勉強になる動画たくさんありました。やっぱりね名門校をご卒業されているということもあって、つながりも多いようで、あの本当にねいろんなトップ選手がねご出演されていたり、まあ、いろんなね人のね話を聞きたいという方はねぜひ見てみてほしいかなと思います。はい、それではね早速日誌チャンネルさんの紹介動画ご覧ください。どうぞ。はい、どうも、日誌チャンネルの日誌です。この度、チャンネルを開設しました。ナタリの楽屋の中です。はい、どうも、ゆうことです。はい、何ですか？何ですか？じゃあ、カンタマです。はい、お願いします。初段のプロ、オーラギマです。こんにちは、T 橋です。お願いします。お？人前で話すことが得意じゃなかった自分がソフトテニスの楽しさや奥の深さを伝えたいと思い YouTube を始めました。今後の目標としては登録者1万人を目指したいと思います。ソフトテニス界に革命を起こしていけるような動画を上げていきたいと思います。日誌チャンネルを今後ともお願いします。以上が僕からのソフトテニス系 YouTuber さんの紹介でした。今回短い動画ではあったんですが、少しでもね、思いのあるソフトテニス系 YouTuber さんを一人でもね、多くの方に知っていただけるきっかけになればなと思って今回企画させていただきました。どの SNS でも同じですが、特に YouTube はどれだけ素晴らしいコンテンツを作っても、やはりね、チャンネル登録者数が少ないうちというのはなかなかね、多くの人に届けることができません。僕自身 YouTube チャンネルも0人からスタートして、最初はなかなかユーザーに届けることができなくて、モヤモヤした時期がたくさんありました。だけども続けていくうちに少しずつ少しずつねこう広がっていくものだと思いますので、まあ、今ね新しくチャレンジされた方は今大変な時期かもしれないですが、ぜひその先にはもっともっと面白い世界があると思いますので、ぜひ一緒にこれからも頑張っていきましょう。今はこの中でなかなかコラボなどは難しい時期ではありますが、ぜひまた機会があればテニスコートで一緒に撮影できる日が来ることを楽しみにしています。それでは今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。